お疲れ様です。ラットです。今回はですね、こちらの、ナイトが珍しく入ってるんですけど、ナイト入りのロイヤルホグデッキをですね、使っていきたいなと思います。ということで、やっていくんですけど、なんでナイトって、別にバルキリーでも、いいんじゃないみたいなところあるんですけど、今、あれですね、このゴーストのもう使用率がやばい。もうどのデッキにもゴーストみたいな感じで、もうゴーストがめちゃくちゃ多くてですね、それに対して、別にバルキリーとかでもいいんですけど、ナイトがアド取られないし、そのままカウンターにもつなげれるっていうので、3コストですしね。っていう点で、ナイト、かな？なんか、このデッキがグローランで結構なんかいたんですよね。こんな感じでこう見ていったときに、いたので、このデッキを今日はですね、使っていきたいなと思います。ってことで、マルチかな。はい、やっていきます。ということで、これ相手はクロスボウかな。クロス研究会って書いてるので、さあ、ということでやっていきます。で、なんだかんだで、あれっすね、結局ロイフグがめちゃくちゃ強いですね。なんか、グラチャでやってても、ロイフグ。で、なんか1回ぐらい空いてロイフグみたいな感じで、ロイヤルフグばっかりですし、なんだろうな、結局ロイフグかって感じですね。なんで、強いカード使っとけば強いみたいなところはあるんで、ロイフグ使ってですね、やっていきたいと思います。ってことで、相手はもう、テスラークロスかな。多分、高回転のクロスボウデッキですね。で、問題が、どうやって通すかですね。ロイフグ飛ばしてもいいんすけど、みたいなところありますね。これはポイズン打って、クロスボウは、スペル打たずに放置しておくと、その次の2周目クロスの時に、結構厄介になってくるので、相手のクロスボウにはしっかりね、スペル打って壊してあげます。これ多分相手2周目ここで回してくるんですかね。早いな。いや、違うな。こう、ファイスピー、痛い！ボール取ってあげて、ここ多分セパレートでいいんじゃない？でも地味になんかカウンターの形できてるから。でも、このテスラとかで多分ほぼほぼ防衛される。これはしょうがないですね。で、問題が相手のクロスボウをどうやって処理するかなんですけど、多分ポイズンウッドで溶かすのが一番早いかな、と思いますね。で、ここの墓石の位置なんですけど、予定よりも1個右側に置くことによって、ファイヤーボールでタワーと巻き込まれないようになりますね。よいしょ。このクロス、これはもうウッド打ってあげて、ダメージは少しなんでね。で、ここに置いちゃうと、あれなんですよ。左側にのタワーとファイヤーボールで巻き込まれて処理されちゃうんで、1個左に、1個右にですね、遠い方に出してあげます。これはもうこれでいいや。で、これはクロスボウを処理しつつ、右側ね、攻めていくって感じのロイフグですね。よいしょ。これを繰り返すと結構怖いですね。持っていかれそうで。これ相手のクロスの位置がうまいですね。僕は攻めポイしたいですけど、それと届かない位置に置いてるんで。よいしょ。で、これはなかなか地味な戦いだなって言いますけども、あれ？アイスビザード？あれ？なんか今遅かった。よいしょ。グローフ飛ばして、ポイズン打って、このファイヤーボール美味しいと思ったけど言うてだな。やばい。これターゲットがいなくなる。危ない。オッケー。で、あと2000と2400ね、削りきれないかな。これ多分もしかして引き分けになる可能性ありますね。これナイトメガゴで、これ5打ってきたらロイフ飛ばして、これはしっかりターゲット取る。いやー、あれにポイズはもったいないですね。けど、これ放置痛い。おいしょ。しっかりターゲット取ります。
で、和服セパでいいんじゃねえもん。セパして、おお、1-3?1-3? まあまあまあ。でもこれはまあ引き分けコースなんで、しっかりね、落とされないように耐えていきます。で、引き分けだともう動画的に困るんですよね。ってことで、最後にワンチャン、取りに行きたいっすね。マジで。これは、ボツ説あるっすね。いやけどまあ、クロスボウに対しての、まあ、しっかり耐え方というか、墓石の位置とかも、少しは参考になればいいかなと思いますね。まあ、これどうせ、右ファイブ打たれる、そうだよね。ということで、これ右の、クロスボウを多分放置しておくと、持っていかれちゃうので、ここはポイズン打って、アンパイで防衛していきます。この墓石の位置もしっかりダメージ受けてない方に寄せてあげます。で、これ多分クロス来るから読みろよ、服。で、打って転がす。で、オッケーオッケー。まあ、ファイスピーがね、なかなかしんどいところではありますね。ってことで、まあ、動画の1個目なぁ。引き分けなぁ、まあ。しゃあないよな。しゃあないよな。まあでも、まあ、頑張った。ファイブ打たれる。いや、打たない。相手も勝ちに来た。いや、これワンチャン勝てるくね。刺され。オッケー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 。来た。勝った。待って、多分勝った。やばい。本当にやばい。オッケー。まさかの。これは、びっくりですけど、まあ、今のは多分普通にやってたら引き分けになってたんで、まあ、このデッキでクロスオーに勝つには、まあ今みたいな相手が勝ちに来た時の、まあラッキー勝利、ラッキー、まあ勝利みたいなところでしか、まあ、勝てないかな。はい、基本的に相手高回転でテスラだったり、まあファイアボール回るんで、なかなかこっちのダメージは入らないんで、しっかり耐えてをやっていくと、まあ、あれですね、さっきみたいに。ワンチャンで勝つみたいなことはありますね。ってことで、次ですね。アイスピとウッド。クロスか26かジャイか。ジャイっぽいな。ジャイっぽいっすね。ってことで、やばい、タイミングが全然違う。さあ、早いな。相手のザップが早い。まあ、ここはしっかり防衛してあげて、でロイホグは、まあ、まだ待ってもいいかな。はい。ここはもうポイズン打っていいや。マスケメガゴ、アイスピ、工場、ん?ペッカ、ぽい、ペッカっぽいペッカっすね。で、これは、この瞬間に、まあ、ロイホグ飛ばして、相手に防衛させますね。でも、相手今、コストない。相手のデッキが、よくわからない今であれですね。いやー、回るの早いな。あのマスケに対してはね、しっかり、ナイト当ててあげれば。逆サイ工場とか来るとうまいなー。本当に来たなー。これは、まあ、突進はしゃあないですね。でも突進受けてから、やばい。これ吸えると思った。痛いなぁ。そんなに受けちゃうか。まあ。言うてこっからみたいなところありますね。相手も、ロイフグしんどいから、後ろメガゴ、多分ペッカかマスケ来る。いや、来ないか。ポイズン構える。あー、ファイボーやん。ファイボーは効いてないって。いや、これカード回して、これロイフグ攻めたい。いけ!オッケー、マスキ無視した。オッケー。あー、でも相手これファイブ回ったか。いやー。まあ。まあそうなりますよね。今相手ファイボール打ったから、ここ削れない。オッケー。ここ削れないから、これナイトで。おお、相手うまい。いや、言うてでも、俺も、これはいける。これはセパレートで、
しっかり両方にダメージ重ねていく。で、ポイズン、オッケー。で、この間に多分右側のメカコもワンチャン刺さる。オッケー。相手のファイヤーボールは事故。オッケー。で、小嬢ババにはしっかり墓石当ててあげる。で、相手今焦ってる。どうやって削ろうか。削ろうか。相手は迷ってる、迷ってる。で、ここで、ロイグ飛ばす。これは、ワンチャンある。ワンチャンある。ロイフグ頑張れ。オッケー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 。来たくね？買ったくね？これ。あ、やばい。いや、293は削り切る。ってことで、勝ちましたね。勝ちました。多分。よいしょ、これはもう時間稼いで、よいしょ！オッケー、グッドゲーム。いや、危ないな。古城ババの突進とバーバリアンで、もう2000ぐらい一気に削られたのはちょいと焦りましたけども、まあ言うて、あれですね、やっぱアイスイズプラスの墓石プラスのトルネードの防衛力が半端ないですね。ってところで、さあ、もう、世界でワンツーを誇るラバル使いのアリフさんの多分サブアカかなが来ましたね。キング12で6000近くってやばいですね。さあ、多分ラバル。多分ラバル。普通に考えるとラバル。あー、ぽいな。ラバルっぽい。いやー、ちょいとアイスイズの位置が高かったかな。まあいいや。多分ラバル。ロイフグ出しても、墓石ある。で、おお、メガゴ12や。やば。これやばくないですか？普通に。普通にやばい。これメガゴ12ってすごいっすよね。これは延命して、これメガゴ12ってポイズンだけで溶けないのかな？溶けんのかよ。聞いてない。わー、待って、うまい。そのタイミングうまい。これもうメガゴ頑張れ。やばい、ファイブ飛んでくんな、ファイブ飛んでくんな。あー、いやー、待てよ待てよ待てよ、落ち着け落ち着け、全然参るよ。まあ、問題こっからどう防衛するかっすね。一発美味しい。さあ、これ勝ちたいっすね。まあロイフ飛ばして、まあ墓石、そうだよね、まあポイズン打って、いや、墓石も12だ。すごいな。いや、でもロイフが刺さるっすね。よし。で、多分これラバーを追加してこないか。オッケーオッケー。ダメージは追いついた。で、問題は、ここっすね。このエリアドの、やばいところをどう防衛できるかっていうので、墓石を1個内側に置く。と、まあ、これはバルーン出された時に絶対に墓石に釣られる位置っすね。でもそれは知ってるよな。やっぱ釣らせてくれないっすもんね。これもうトルネポイズンのこれでなんかワンチャン守れるみたいなないかな。あー、うまいな、ザップが。けどけどみたいな、逆にカウンターみたいなところあるっすよね。よいしょよいしょ。待って、ナイトも入る。オッケー。でこれウッド打ってあげる。オッケー、ポイズン打ってあげる。あー、いやー、負けたか。あと15秒。マジか、普通に負けたな。いやー、出だしのあのダメージだなっていうところで、多分これはもう間に合わないかな、間に合わないかな。さあさあ、まあグッドゲームっていうので、まあラストは敗北しちゃいましたね。まあこれは相手がうまいのと、まあ、出だしですね。っていうところで、まあ、今回こんな感じなんですけども、まあ、ナイトが、まあ、今の、まあ、ナイト自体はめちゃくちゃ強いってわけじゃないんですけど、まあ、マルチでゴースト当たんなかったんですけど、まあ、今のちょっとゴーストが多いかなっていう環境では、すごい、まあ、ナイトもありなんじゃないかっていうのはありますね。っていうので、まあ、こちらのデッキですね。全然、高回転で、まあ、使いやすめだと思うので、皆さんもぜひ使ってみてください。ということで、今回は以上になります。よければ、チャンネル登録の方よろしくお願いします。では、バイバイ。